2度の大火災に見舞われた北九州市の旦過市場で、地元の学生らが仮囲いを色鮮やかに装飾しました。焼け跡を囲った壁が旦過市場を彩る絵画のような壁面に生まれ変わりました。およそ50メートルの仮囲いをシールで装飾したのは、北九州市にある九州工業大学の大学院生らです。旦過市場商店街が町の色を取り戻したいと大学に依頼、学生らが小倉城の城壁のようなデザインに肉や魚など旦過市場をイメージした色を取り入れました。自信持って復興に取り組んで、またいつも通りの商売の風景が戻ってほしいかなという。九州工業大学は今後も旦過市場の復興に向け取り組んでいきたいとしています。